そして乾杯、はい、行きますよ。はい、おはようございます。今ですね7時12分、室温が 15.6 度、少し寒いのでヒーターをね FF を今回しております。ふーちゃんおはよう。朝ですよ。ほこりちゃん起きてるよ。もうおはよう。かゆちゃん、ほこりくんはパパが下ろしてあげる。かゆちゃん、僕先に行ってるね。ピーピーピー、お尻が通ります。もうちょっと下、足ピチくん。今からですね、カップスープいただきたいと思うので、お湯沸かしたいと思います。電源をね、ここのコンセントから取ります。じゃあお湯をね、沸かしたいと思います。誰が誰の、あ、これも食べる、飲まないの。あ、うちゃん、じゃあイチゴ食べる。イチゴ食パン焼かないやつで。焼かないやつね。さすがにフルーティー、めっちゃ酷使してるんで 50% まで来ましたね。初めて車も 82% なんか使ってたっけ。今回ね、車も 82% までついに 80% が見えた。ただ今ブルーティーで充電しちゃってるのと、あとソーラーがもう入ってるんで、もうすでに充電中です。今16Aぐらいで充電しております。今日走行充電どれぐらいなのか見れるんじゃない。うん、そうだね。食べよ。一緒に飲む。今日夜何食べようかね。はい、今からですね伊勢の方に行ってまいりたいと思います。今回ね伊勢神宮の内宮かな、行くのは。あの前回ね内宮行った時に御朱印を実はもらい忘れちゃって、今回ねそれも踏まえてちょっとねもう一回伊勢神宮で、前回はですね雨降ってて、で今日はなんとか行けそうなんで、その辺もねまたゆっくり見れそうだよね。そうなんで今日はねちょっとねゆっくりね伊勢神宮の方に回れるかなと思っております。あとはねもう一つね行きたかったね、その猿田彦神社というのも近くにあるんですけど、そこもねちょっと行きたいので、その2つね今日は行きたいと思います。で朝ですね、今ちょっと動画には撮ってないんですけども、あの大阪のね方のよくねあのツイッターとかでも絡んでくれてる方がいるんですけど、たまたま朝ねちょっとこう僕らが泊まったところに通りすがったのかな、で気づいて来てくれて、で今ちょっとねあの朝ご挨拶だけさせていただいて、まあびっくりだよね、大阪から伊勢まで行くときに大体この道を通ったりとかするらしくて、ということでね、あの朝ねすごい、それは嬉しいことがありました。はい、ということでですね、まず伊勢神宮まで向かいたいと思います。はい、今ですね内宮の近く祖母まで来ました。はい、でちょっとね駐車場がねめっちゃ混んでるみたいなんで、どっか変えようかな。はい、こんな感じですね、今なんとか到着しました。割と外曇ってるんですけど、ゴンちゃんはしっかりソーラーを吸収しております。てかもう 100% です。意外とソーラーって初めてついてる装備だけど、うん、すごいよね。すごいんだね。 2.6 アンペアか、だからそんなにたくさんは作ってないけど、でも全然十分です。なんか冷蔵庫とか置いてないぐらい。うん、そうで走行充電もシーテックで 82% からどんぐらいだろう、そんな走ってないけどもう 100% です。出発の時に入れたらエンジンかけて50アンペアぐらい。50アンペア。結構やっぱ充電してくれる。さあ、ジョージャン行きますよ。行く前にこれをしまいます。すげえダイレクトにしまう。さあ行くぞ。えいえい、あじゃあちょっと前に出るよ。ここね車来るから、ね、ちゃん落ちないようにね。まあ落ちたら落ち具合はあるから。すごい透き通ってる、透き通ってる、すごいね。道だね、多分
キフライまた食べれる。なんかつまみたいっちゃつまみたいね。うん。ほら、ちょっと質の物質。本当だ。ここにしようか。石焼きひつまぶし全的なやつ。うん、牡蠣のひつまぶしとか初めてだ。めちゃん、うなぎ食べれる？めちゃん食べてごらん。パパも完全に牡蠣尽くしだ。って言いながらも食べてるから大丈夫かな。うん、ビールはビールだけ飲めなかったか。うーちゃん、牛もマスクしてる。ちゃん大変。買っといてく？行き帰り。すごいね、隅っこ暮らし堂だって。うーちゃんがもうルンルンだよ。すごいね、隅っこいっぱいでね。ママがこれをぶら下げながら。それなんだろう。白熊？白熊かな。天候が良くちゃう？やっぱ晴れてるといいね。うん、こないだ雨だったからさ。そう、前回はね、10月とかだった。じゃあ1年半前ぐらいか。うん、ふーちゃん、でもほら綺麗だね。すごい綺麗だね。御朱印帳もらってないのが内宮だと思ったら下宮だった。まあ、せっかくだから両方行って、でその前に猿田彦神社行って、今ですね、内宮から出てきました。めちゃくちゃ混んでて、めちゃくちゃ人がいたんで、もうカメラはずっとこれです。ちょうどいいよね、これ。うん、大本陣場並んでる、すごいね。うん、はい、今ですね、内宮の方と影横丁と猿田彦神社の方に行ってまいりました。で、行きもね、駐車場は実はすっごい混んでて、入るの大変だったんですけど、まあやっぱ帰る時間もみんな一緒なんで、行きほどじゃないけど渋滞してます。で、この後ですね、そのまんま下宮の方に行こうかなと思っております。御朱印帳ね、で内宮ではもらい忘れてると思ってたんですけど、下宮でもらってなくて内宮でもらったんだよね。そうっていうことに気づいて、急遽ですね、下宮も行かなくてはと。で、まあちょっとまだね、どっか来た時に寄ろうかなと思ったんですけど、フラッとここまで来ないなと思って、ここから頑張ってちょっと向かっていきたいと思います。はい、ということでね、まずはここ出て下宮の方に向かっていきたいと思います。はい、今ですね、下宮の方行ってきて、今ね、駐車場出たところなんですけど、今日はこれからちょっとビソンに行ってみようかなと思います。で、ビソンには行ったことがなくて今回初めてなんですけど、まあ、温泉のところで車中泊ができるということなので、2000円ぐらいだったかな、払うと泊まれるみたいな、車中泊 OK みたいな、そんな感じだったので、ちょっとね、ビソンの方に行ってみたいと思います。で、ご飯はちょっとビソンで買うかビソンで食べるかちょっとまだ決めてないんですけど、なんか何せめちゃめちゃ広いって話なんで、今4時かで、到着予定時刻が4時半ぐらいなんで、今日ね、だいぶ歩いてそれなりに疲れたんで、ちょっとどこまで回れるか分かんないですけど、ちょっとね、行ってみたいと思います。
はい、あと1キロのところまで来ました。これ混んでんのかな。いや、なんか3連休の最終日の4時半か、空いてると思ってたんですけど、そんなことない。え、どこ曲がるんだ。これだ、これや、これや、ビソン。ここからビソン、うん、らしい。そう、出てくる人多いね。あ、こんな感じなんだ、ビソン。あ、ビソンで書いてある。すごっ。なんかあれでしょ、移動するのに車で移動しなきゃいけないでしょ。今帰り渋滞やばい。本当やね。あ、マルシェ、マルシェビソン、左だって。え、じゃあ一回左行けばいいの。そうだね、一回左に行って、今日の食材ちょっと探してこようか。あ、ここでいいか、マップから。いや、あれホテルビソンのとこの横にある。で、ここが多分、うん、宿泊じゃなくてあれができるらしい。作ってもらって先に車でご飯食べてお風呂入る。まだまだ上がり、なんか広いね。どうも。天然生マグロの専門店、脇口のマグロでございます。何にしよう。中トロにする。これこっちとこっちは何があれが違うんだ。あ、素材が違うの。 A ちゃんと B ちゃん。 A ちゃんと B ちゃん。あ、そういうことね。あれが、うん、田中さんと鈴木さんの違いこれにしようか。これもらってもいいです。はい、お刺身で。はい、はい、ありがとうございます。マグロの食べ比べが来ます。マグロの食べ比べ、例えばこのもつマグロやったらさっぱりするけど、もつな、ほんとだ、すごいもつ。これもつな、嬉しい。店長お願いします。いらっしゃいませ。ノーパパンプ入れちゃったな。はい、ありがとうございます。ここがいいよね。ビンチョウ、メバチ、コマグロ。はい、ありがとうございます。で、これ中トレ、全部これで。ありがとうございます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 。めっちゃいい。めっちゃいい。裏面、ママ、ありがとうございます。これほら、食べ比べセット。すごい。ラッキー。ビンチョウ、メバチ。メバチ、マグロ、コマグロ。え、キハダつってた？うん、キハダ。え、じゃあ、ビンチョウ、キハダ、コマグロ。ここがいいよね。ビンチョウ、メバチ、コマグロ。これさ、降りる？よし、行こう。はい、今ですね、夜のご飯を買ってきたので、すごいね、すごくよくしてもらっちゃって。脇口のマグロだったっけ。すごいいい人で、いろいろねサービスしてくれて。あのエスカレーターを登ってすぐのところにあるマグロのお店ですね。そうで、今そこでも買ってきて、あと少しね、その奥の店でもちょっと買って、一応ね今日の分ぐらいはご飯を買ってきました。で、こっからですね、温泉の方に行きたいんですけど、どうやらねこれ左に登っていくらしいんですよ。そう、これをこのままこっち側に行くらしい。で、温泉の方に行くと。で、 T 字の交差点って言ってたかな。あ、そうだね、そうだね、本蔵湯だ。これを右に行けんだね。で、これを右に曲がって。あ、なんかすごいね、壮大だねここ。どこまで行くんだろう。まだ先なんじゃない。車中泊はこの辺の。あ、でも違うの、 P6 って書いてあるね。ああ、もっと上だと思うよ。ここすごいよね、このさ竹。天井高いね。高い。はい、これからね、最終日のご飯です。今日はこれね、今ビソンで買ってきたお肉と、これね、とこれが揚げ物。タコマヨ店だっけ、なんだっけ。タコマヨ、イカゲソだ。イカゲソ。今日はもうつまみメニューだよね、うん、疲れちゃったし。あとね、さっきのマグロさんに、ね、うん、今日はなるべく洗い物したくない。もう最終日だから、あと食べて飲んで寝るだけ。これ意外と便利だな。まな板シート。まな板シート、洗い物が軽減される上に。どこで売ってんの。これはお近くのあれ、ドラッグストアに売ってたけど、カインズとかでも売ってるし、なんかダイソーにも売ってるらしいよ。こちら、三重県産の純鶏、漬け込まれた鶏で、これなんかこのままさ、片栗粉まぶしてさ、唐揚げか。そう、揚げると唐揚げにもなるみたいな書いてあったよ、後ろにっていうやつらしいです。見える。
ギリチョウ、ここまでしかない。あー、そうだね。で、グレーがここ5分の1ぐらいだな。節水だね。トイレは余裕だった。まだカセットがやっぱ大きいんだね。大きい。やっぱ前のやつと全然違うね、うん、でも今日何泊目？4泊目。そう、4泊目だ。本来だったらまだ連泊する場合は今日 RV パークとか行って、うん、長旅だったらここで RV パーク1回入れて、給排水、あとはトイレ入れ替えしてちょうどいいんじゃない？後ろでは赤ちゃんのご飯を作る。みんなで赤ちゃんのご飯作ってます。はい、お願いします。一生懸命人参の皮を剥いでる。明るいね。真っ白い。残り物で頑張るよ。ガスもない。すべてが今限界です。水もちょっと。あ、電気は余裕だね。電気は余裕。ガスはでも新しいのはまだあるよ。ガスはそうですね。一応ストックがまだ。どういう感じなんだ。このまま入れちゃう。結構細かく切れてる、お肉自体が。うーん、細かくない？うん、まあ、ネギは絶対うまいでしょ、これ。洗い物出したくない。これはこれ、タコマヨかな。ん？どっちがどっちか。これ、いや、これタコや、色的に。これもじゃん。これイカだ。私もバー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 。串に書いてなかった。どうする？どうする？イカっぽいね。色がイカっぽいね。あ、ご飯やっちゃおうか。うん。じゃあ食べます。じゃあ飲んで乾杯しよう。これ、脇口のマグロだっけ。ビンチョウ、キハダ、本マグロ。こういうね、ビンチョウ、メバチ、本マグロで食べ比べをいただきました。これなんかサービス。ふいちゃん、じゃあ一番大きいのあげる。ありがとう。ママ一番ちっちゃいのあげる。で、パパグは真ん中。じゃあ今日のご飯はこちらです。まず練り物ね。あとこれコンビニで買った卵でね。脇口のマグロと本マグロ、これもいただいた食べ比べセットと、これが純鶏で作った野菜炒め。ちなみにこれ全部トータルで3500円ぐらいだったかな。うん、だいぶ安いよね。2200円。超安いよね。びっくりしたね。安かった。あれ3000円って書いてある気がするんだけど、と思いな。もうちょっと高いの買ってもよかったな。そう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 。てかもう一個買えばよかったと思って。で、食べ比べセット、はい、食べたいです、ね。じゃあ一回乾杯しましょう。しましょう。いただきます。いただきます。そして乾杯、はい、乾杯。最終日だよ。じゃあ一回これから食べてみましょう。パパはこの純鶏から食べる。うん、あ、これうまい。どれが一番おいしいかな。食べてごらん。正解はどれもおいしい。3個の中からの全部がおいしいでした。ふーちゃんすごいちゃんとご飯昨日から 200g 食べてて、うん、うまいね今日。まずビンチョ、もっちりしてるな。うまいね。うん、ふーちゃんそれどう？うん、タコ、うん、おいしい。おいしい。最終日か、あっという間だったの。ふーちゃんはこの旅で一番楽しかったのはどこですか？それは豚麺がいる。ああ、そこね。おやつ、おやつのところ。おやつタウンがよかった。うん、その方が好きです。そうか、おやつタウンか。そうだね、ふーちゃんあそこでも遊んでたんですよ。やっぱ子供は遊具系がいいんだな。ルーブルとか面白かったな。そうね、ルーブルはね、想像以上にしっかりしたルーブルだったよね。美術館だった、本当に、うん、あれは大人が楽しいから。うん、ウエちゃん、でもカエルの合唱面白かったよね。うん、え、なんでパパに聞かないの。ないよ。パパが、ウエちゃん、どこが一番楽しかった。ママ、どこが一番楽しかった。ウエちゃん、聞いてあげるよ。いいよ。パパは一番ボンちゃんで楽しかったとこはどこですか？一番楽しかったのは、でもパパあそこが一番良かったな。花の岩屋が。で、その後、おびちゃんと一緒に海行ったでしょ、みんなで。うんうん、ひきりみ浜。
あの海めっちゃ綺麗だったよね。綺麗だった。しかも人が全然いなくて、ただ波が強かった。あ、波はね。で、あのね、青い空、青い海みたいなね、あれすごい良かった。あそこは鬼ヶ城は、あれはパンダさんが教えてくれた。ここは、あそこはパンダさんがたまたまね、LINE で電話してる時に、その見へ行こうと思ってるんですよねって言ったら、いや鬼ヶ城いいよ。ただあそこまで行っちゃうと結構帰ってくるの大変だけどって言ってたけど、このね、三重旅は基本外れなく旅できて、食は完璧だ ね。今回はね、外食こそあんましなかったけど、いいものはいっぱい食べれた。そうだね、結構良かったね、三重旅。まあでも楽しかったね。うん、楽しいこといっぱいだね。いっぱいできた。次はゴールデンウィークなのかな、うん、かな。ゴールデンウィーク、はい、まあ、雑談はそんなところで、日本酒飲もう。今日の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。みんなおやすみなさーい。いただきます。でもゆうちゃんはずっとそこだった。中とかが多いけどさ、チャンネル登録よろしくお願いします。くたばー。